今シーズン、振り返ってみていかがですか。そうですね、すごくコンスタントにポイントも取れたし、その中で、3回も勝てて、なおかつチャンピオンも取れて、終わってみれば言うことなし の、 すごいいいシーズンでしたね。どうですか、ご自身でほっとしてますか。そうですね、なんかこうやったぞっていう喜びっていうのはもうオートポリスでね、ドライバーズタイトルを決めた時っていうのはあったんですけど、まあその喜びよりもなんかこうほっとこう肩の荷が降りたような、そういう気持ちの方がちょっと大きかったですね。今シーズン一番印象に残っているシーンっていうのはどうですか。スゴーの優勝が一番僕にとってはね印象に残ってて、まあいつもね、単独走行になって、ぶっちぎりで勝つっていう自分たちのねパターンがあるんですけども、なかなか逆を言えばね、その荒れたレースの中混戦をね制したことが今までなかったんで、そういう意味ではね、雨が急にこうスタート前に降ってきたりとか、そこからスリックに変わって、まあ獣医選手、西上選手とこう激しいバトルを繰り広げながら得た優勝だったんで、そういう意味ではね、一つのレースとして印象に残っているのはその相撲のレースでもあるし、 あとその優勝がきっかけでこうチャンピオンに対するね、そのいい流れがね、掴めたレースでもあるのかなと思ってますけど。ペースカーがピットに入り、前が開けたメインストリート、登り切った坂の向こう側、待ち受けるのは壮絶か混沌か悲運か歓喜か、今スタートは切られた。スーパー GT 第5戦スゴー高田ドーム、いいスタートを切って1コーナー ARTA が続いています。上位の変動はありません。そして300のスタート、シネ、ガライア、そしてエンドレスはやっぱりスリック、前に行かれました。1つ順位をドロップしています。 GT300 の方はトップ争いが熾烈を極めています。序盤長い長いフォーメーションラップ、長い長いセーフティーカーランの後、解き放たれたマシンは各所で随所にバトルを見せています。高木がリアルの背後についています。馬の背の進入です。横に入る高木虎之介、リアルも粘ります。ああ止まらない、あった、頭から突っ込んだリアル NSX、 金井仁の痛恨のコースオフ。 GT500 意外なところで上位変動がありました。ARTA NSX ダルファーマントップ、高田ドームは2番手に落ちました。この少し混然とした、まあ、いわゆる混んできたところで引っかかっちゃった。あ、そうですね、行く場所がなくて、行く場所がなくなったんですね。クスコインプレッサ、前はウィルコムアドバン B マック、ウィルコムが間もなくこのクスコインプレッサの餌食になろうとしています。もうダメださあヘアピン、ここでズバッといきました。全然勝負にならない。雨で進化を発揮、オールホイールドライブ、クスコインプレッサ77号車。第5戦の序盤、 NSX と SC の激しい2番手争いです。さあそしてこの両者は第2戦岡山スタートの因縁の戦いでは再現でもあります。近藤もスリックに変えます。どうやら前者この後はスリックタイヤで出ていく状況です。トイストーリー、これアウトラップでしょ、これアウトラップです。アウトラップで大押しで石浦がそのまま行ったんですね。違います、大島ですよね、勝ってますよね、はい、大島に勝ってます。まさに出てった瞬間です。いやー大島痛恨正面って感じですね、はい、だからスリックですから、これが怖いですよ。洗礼を受けました大島、ガライアもリアが完全に破損です。やっぱりすごい、なんだすごいだ、やっぱりすごい、トラブル続発、そしてちょっと火が出ている。これもアウトラップですよ。え、火出てませんでした。いや、火出てませんでした。はい、これもアウトラップ。いやー、うわすごい、すごくいった。しかもこれ馬の背の手前、完全にアウトラップ、ブレーキです。はい、どのマシンも路面に苦しんでいます。濡れている路面が乾きかかっている中、スリックタイヤに履き替えて出ていったアセンジンへ。しかしこのモチュールオーテック Z、松田突き押してこのピットロードでスピンです。女神ではなく魔物が強く牙を剥いています。すごい。さあこれはもう事実上のトップ争い。さあ300をかわしながら、さあ道上マシンを横に入れた、脇坂11も粘る。さあ道上と脇坂、その後ろから伊藤大輔、3台並んだ。そして伊藤と道上、脇坂、どうする、脇坂外を抑える、すごい、やっと伊藤大輔ここで道上を送った。前に出ました ARTA。 ちょっと見たことない今の、また
に入りました。ドライブスルーペナルティ、これで大きく後退です。この GT300 のトップ争いの間に GT500 のトップの ARTA が入ってきました。 ARTA はもう高田との差を3秒に広げました。これはどうやらそのまま ARTA はトップで押す作戦のようです。ホンダワークス、さあ争い再開です。脇坂重和と関口雄飛、さあ並んだ並んだ、さあ最終コーナーでズバッと出た、関口が前に出ました。しかし Z もストレートの速さはありますが、これは一気に前、ウェッツスポーツトップ、ついにウェッツスポーツセリカがトップに立ちました。今最終コーナーをゆっくりと立ち上がる ARTA NSX、 そして高田ドーム NSX、 見事に2007年第5戦出場ホンダワークスワン・ツーフィニッシュ。 ARTA が優勝、そして高田ドームが2番手、ホンダワークスはワン・ツーフィニッシュです。エプソン NSX が今ホームストレートを戻ってきます。 NSX ワン・ツー・スリー表彰台独占です。そしてウェッツスポーツ優勝、関口雄飛がやりました。 GT500 勝ったのは ARTA NSX、伊藤大輔、ラルフ・ファーマン組です。そうですね、まあ、僕は APR から GT300 2年目の年だったんで、で MRS も去年から乗っていて、でエンジンがやっぱ去年の後半からかなり良くなっていたんで、まあ、今年はチャンピオンを取れる可能性もあるだろうと思って臨んだ年だったんで、まあ、チームメイトが石浦選手になって、まあ、若手同士だったんですけども、まあ、本当にすごい心強いチームメイトで、本当に今年1年間楽しくやってこれたし、まあ、本当にその結果チャンピオン取れたっていうのはすごい嬉しく思ってます。そうですね、まあ、やっぱ最終戦チャンピオン取った時っていうのはすごい印象には残ってるんですけど、でもモテギで僕らはあの最後尾からスタートして追い上げてる途中にまたリタイアし、あのぶつけられて、でまたファーストストラップを取りに行ったレースがあったんですけど、まあ、そこで1点取っていたっていうのがものすごい最終的にものすごい大きかったんで、まあ、あのレースはまあ悔しいからっていうのもあるんですけど、すごい印象には残ってます。節目の100レースへのカウントダウン、それはすなわち2007年王者へのカウントダウン。戦の残りはあと3つ、逆転ドラマへの伏線が張られるか、無風のまま大詰めへ向かうのか、ついたのは
そこにカルソニックがぶつかってしまいました。モテギ2連覇中のレイブリック、この3年目のモテギは大きな不運が待っていました。ああ火災発生だ。カルソニックインパルセット、エンジンから火が出ました。とイエローハット、イエローハットが消える。2台が交錯、上位を走っていた5番手のイエローハットがここで消えます。波乱です、波乱。まだ10周ちょっと、しかし波乱が続出です。現在のポテンシャルはコンマ3、4秒のスタートになっています。したがってコンマ3、4秒でガライダーがギリギリしのいでいる状況。ああフォーラムがイクリプスに襲いかかる。フォーラムとイクリプスの戦いが勃発しています。 SC 同士、加藤か前に出た。やっぱり乗っています。加藤か4番手に浮上です。いやー今すごい、片岡君元気ありますね。いやすごい。これは ARTA は28秒から9秒。とにかく伊藤大輔、さあコースに入る。元山はどこだ。元山の前ですね。はい、前です。元山の前。ただアウトラップですからね。アウトラップですから。ほら来た。さあ抜けない茂木、しかし後ろは元山。伊藤大輔アウトラップ、粘れるか粘らせないか。元山か伊藤大輔か、並んでいる、並んでいる。ここはやっぱり我慢できない。ザナビー前に出ました。力入ってしまいましたね。はい。さあ一方トイストーリーは47号車をここはプッシュしている状況になります。大島和也、三ツ山の後ろから、さあ早く行かせてくれという。さあ行きましたよ大島が。行った。大島が行く。コースが狭くなる。譲りません。大島マシンをねじ込んだが、アクセルを先に踏んだ三ツ山。おー、絡んでしまった。トイストーリー、ハンコックとトイストーリー絡んだようです。ちょっと気持ち流行ったか。大島5コーナーでコースオフ。もう茂木第7戦ではこのゴールドのユンケルパワーポルシェが圧倒的に速いんです。タイヤを変えたばかりですが、ドミニク・ファンバッハが行くぞこれ。いやドミニクがこれマシンを横に並べた。ドミニク・ファンバッハが前に出た。驚異の速さ、ポルシェ。Oh!